はい、どうも皆さんこんにちは、沖縄です。今回はですね、こちらの赤飯ご飯使っていこうかなと思います。本当にね、このバトルカードかっこいいよね。めちゃめちゃ好きなキャラクターの一体なんですけれども、こちらね、今回使っていこうかなと思います。で、まあ、数あるね、LL キャラクターいるじゃないですか。そんな中でですね、次ユニフラ来てほしいキャラクターで、僕が第一位のキャラクターがこちらのね、赤飯ご飯ですね。まあかなりね、長いことを活躍していたキャラクターなんですけれども、さすがにね、最近ちょっと厳しくなりつつあるということでね、ちょっとステータスがまあ関係のキャラクターに少しずつね追いつけなくなってきたっていう感じがするんで、ユニフラでねバチバチ強化してほしいということで、今回は、願いも込めてね、損失族パーティーで使っていこうかなと思います。はい、お願いします。相手は僕のタピオカの枠が、じゃあ赤腕の枠がタピオカになったパーティーとなっていますけれども、うん、まあガッツしね回していこうかなと思いやす。まあまあまあ言うてもね、戦えるキャラクターではあるんだけど、最近微妙かなっていう感じにはなってきましたね。はい、とりあえず流していこう。久しぶりやな、普通に使うの。ついやば。そう、赤腕ってね、バリ出た時に確か味方のよだめアップがつくんだよね。それが結構効いてるんかな。ちょっとゲップ出そうになった。あぶな、避けちゃった。本能的に避けてしまいまして、ちょ、単発倒しとって。まあいいや、これカード吐き入れましょう。赤腕の強い場面がこれね、カード吐き入れることによってコンボをね大幅にカットできると。神手射撃ずらして、オッケー。さあ、特殊カバチ向こうでガンズしか回していきやしょう。強い。あ、強すぎるわこれさ。身勝手回ってなくね。あ、だよね。タピオカ落としていきまして、こっち変えて。オッケーこれはまあ、石板の、あれ出てるんじゃないですか、味方用ダメアップ。めっちゃ強かったね。おーいしょ。プレス食らって、まあまあのダメージ。たださ、今、龍拳のさ、一発攻撃受けたけど、さすがにちょっと効きすぎてたよね。流して、ボンボン。やば火力。オッケー、最速取れて、まあまあ、これは出してくるでしょ。出してこないの？ラッキー。まあ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 。ここまで回せただけ OK としましょう。射撃欲しいな。あー、これはちょっと抑えるしかないな。ゆっくり流して。OK？ なんとか回していける。特殊使いましょう。特殊使って、バニシングをとりあえず回す。必殺受けるか。ライジング嫌なんでね。いった。オッケー、つえー、身勝手もいい活躍。オッケー、射撃にはかぶせて完璧。あ、対戦ありがとうございました。綺麗な勝ち方を久しぶりにすることができたね。はい、行きましょう。結構赤腕ユニフラ来てほしいって言ってるんだけど、まあまあありえるんじゃないかなって思っていて、トランクスとかさ、だってさ、未来のキャラクターだし、根血やし、しかもなんか未来ご飯の緑がね、今度覚醒するらしいんで、めちゃめちゃタイミングとしてはさ、ちょうどいいんじゃないかなって思ってるんですよね。いや、即発マジか。残念。特殊。まあ、とりあえず、出すか。てか、やっぱ一発がめちゃめちゃ効くな、赤腕ご飯。体力に泉してるんやけどな。オッケー、中入って。あ、ミスった、危ね。龍拳で殴りましょう。記録回復入れて、強えぞ、こっから。強えな、龍拳。マジで優秀。全員とろそく持ってるんでね、ある程度コンボが繋がりやすいと。もう一枚引けないかな。頑張ってくれ、龍拳。あ、優秀。ナイスナイス。待て。ミスった。まとめてくれて。素材入れるか。ええー、狩ろうと思ったんだけど。お、それは止めれるよ。危な。行ったてか、赤腕。やばすぎ。ちょっとじゃあ、溜まってんの？それは意外すぎるんやけど。マジで？じゃあ避けへんかったわ。絶対溜まってないと思ってかわしたのに。最悪すぎ。マジか。いや、最悪だ、マジで。ワン耐えろ、ワン。いやー、踏ん張りかしたかったね。残念。ガチか。まあ、耐えないわな。前ら行きましょう。オッケー。
回避してないか。びっくり見えそうじゃない。オッケー、跳ねた。いけ龍拳、特殊に2枚積んだよ。おらバーン、強すぎ。いけますか。射切って、オッケー。特殊カバチョン向こうまだ残ってるかな。オッケー、えらい。135。いや龍拳強えわ。これも石腕がね出てくれてるおかげでよだめが上がってるんかな。はい、落としましょう。強え、マジで優秀。あ、オッケーオッケー、繋がってるよね。いいね。あ、石腕出てたっけ、龍拳出す前に。忘れたけど、まあ活躍ということにしときましょう。打ちます。そっか、あー対応したつもりだったけど、これ受けるか、どうするかな。どうせ究極で出すハメになるかな。いや、ちょっと重いな。あー切れたかな。はい、切れたんで次行きましょうか。大活躍やったない龍拳が。あ、久しぶりに石腕のレジェンドリーフィニッシュ見よう。せっかくやからちょうどいいわ。おら、属性リムコンあるんでね。かっこいい、マジで最高。あーして、いいね、クオリティ高いなこのエルフ。ありがとうございました。はい、ということで最後行きましょう。お相手の方は4周年パーティーということでよろしくお願いします。はい、まあ石腕もね、純粋にステータスが上がってくれたら多分さ、4周年のキャラクターにも劣らないぐらい強くなると思うんだよな、遅い回避とって。オッケー、打撃を透かしていく、強っ。オッケー、なんか入る、でかっ。龍拳で繋ぎますと。いや、ここ出てくると思うけども、最近ね、いやーだ、外して、めっちゃ外して、めっちゃ外していいけど、龍拳で外すとね、ちょっとなんかあのリスクが伴うというか、もったいない気分になるんで、はい、次につなげます。最近我慢するようになった。危なっ。あー待って、ミスった。出しましょう。オッケー、吸える。さあこれ活躍よ。即でいきましょう。久しぶりやなこの読み合い、めっちゃ久しぶり。でこっちで止めてくるか。うん、全然オッケー。154覚えときましょう。じゃあ息打ってくれへんかな。借りましょう。うん、どんどん、まあ回避するか。うん、どうしよう、まあ、一旦これでオッケーオッケー、スカさせてくれる。1までいきますよ。ギリガンガと。ただこの特殊積むことによって透かして体力1までいく。メイン切らないといけないんじゃない。切らないの、あ切らないの、熱っ。あーキャラチェン回避読み、エッチなことしてくる。まあ全然いいでしょう。石腕まあワンコンぐらいは耐えるっしょ、さすがに。まあ硬くはないけど、いや柔らかいな正直。まあフラグメントの関係もあるけどね。出しましょう。ちょっと危ういわ。待機稼ぐか。でも龍拳がな、噛み合いたくないよここ。一旦止めましょう。面切るか。重いな、ずらして。あぶね、予約で。ちょっと、あ、なんか落としたわ。変えます。キャラチェンメインで見て、タックルには反応したいけど、おーおー、怖い怖い。ボルサリーノも出てきた。よし、究極行こう。結構強いよ究極アーツ。確かヒラメカットマイナス 100% つくんだよね。 100% やっけ、忘れたけど、ヒラメカットマイナスなんで結構ごっそり入ると思う。強い、さすが。で身勝手で流すと完璧。107ぐらい覚えとこう。でここは絶対単発かわしちゃダメだから。持ってんなこれ、持ってるわ。ちょっと重いな、めちゃめちゃ。射撃って、即回避読みライジング、マジか。バンゴリ刺されて、ずらせばよかったわそれやったら。最悪だわ。
いや、読んだけど、まあ、これはさすがに一点読みすぎるでしょ。詰めます。龍剣は打たない？二連回避読みね。なるほど。カード割ってもいいな。カード割るか。カード割って、アスエルラッキー。これは入りますね。確定反撃で、ライジング行きましょう。赤腕めっちゃ強いやん、最後。打撃でいいや。危な。読まれる。まあ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 。いいでしょう。ドロソクあるんで、かぶしたいな。あ、1まで行ってもうた。おら！かぶせて、王道ムーブ。いや、射撃行こう。止めて、相手まだ打撃封印やと思うんで、U字ムーブ決めて、OK！ おしゃれなムーブしようかなと思ったけど、あ、足りねえわ。あ、やられた。もったいないことしたわ。回避見て回避。OK！ 完璧。よーし、今度こそ外さない。落としましょう。完璧。どっち切るんやろ。あ、オッケーオッケーオッケー。石腕めっちゃいい感じにカバチェン入れて耐久してますね。いや、そう。本当にね、ユニアビは強いわ、マジで。ガチで耐久上げてほしい。龍剣使うか。これワンチャン回せんぞ。さすがに石腕落とそう。回避できんかったけど。さすがに石腕落とすわ、これは。はい、見て射撃。オッケー。対戦ありがとうございました。ということで、今回はね、赤腕ご飯を使って PVP やっていきましたが、まあ、捨てあげてくれたらね、かなり、環境でね、いい立ち位置になると思うんで、ぜひ、出してください。それではお疲れ様でした。